これ何？油。おいしくないよ。よし、油を鍋をこうくるくるやって、そう溶かしていこうよ。え、全体？うん、溶けたら。溶けたら今度これもっと。え、父ちゃんまだこれ端っこいってないよ。端っこまあこんな感じでやったとしようね。そしたら、ここから時間取るしようよ。これを全部入れる。まあ、大丈夫だよ、少々遅れても大丈夫だけど。一気に、うん、一気にいこう、全部で、それをほっとく。あ、いいよ、それで。で、塩コショウをして、何をしてで、今度ご飯入れます。ご飯入れるよ。よし。で、こういう時はね、この後ろで、パッて押してあげたら、パッて動かしながらね。そう。ここで味付けするよ。味付けは塩と味の素。味の素。うん、美味しいやつ。おいしい。ちょっとお肉入れてください。よし、じゃあ混ぜる。全部でよかった。全部でいい。で、コルボは。ネギですね。で、最後の仕上げでこれいきます。ちょっと混ぜる。完成。